三笘同様グロス、コンカブライトン対だね。パスカル・グロスはコンカブライトンを離れ、アイントラハとフランクフルトに移籍する可能性がある。32歳の彼は2025年まで契約を結んでおり、移籍金はおよそ300万ユーロから500万ユーロとなる。もしグロスが移籍したら、泣いて叫びます。グロス移籍やばくね。グロスの移籍だけはやめて、ブライトンで一番好きな選手だから、本当に。グロスが移籍したらガチしんどくなるのでは。じゃグロス移籍せんといて、泣いちゃう。出てって欲しくないのが大前提として、さすがに安すぎる。グロスが移籍したいってなってるならせめてもっと高額で。本当に安い気がするんだけど、移籍は本当にグロス自身にかかってる。こんな額で移籍されたらたまったもんじゃない。せめてでも、安売りすんな。ブライトン前半戦の貯金のおかげでまだ注意にいるけど、この感じだと来季は降格圏すらあり得るな。グロスがドイツに引き抜かれる報道もあるし、補強プラスメディカル部門の改善とか怪我対策ができないと一時の輝きは取り戻せなくなりそう。問題はウィング不在だけではない。三笘が来季もブライトンでプレイするとしても強力なウィンガーはもう一人必要だろうな。ジョアン・ペドロは下手したら今夏で引き抜かれると思う。本人がドイツ帰りたいらしいからブライトン来年も